どうも山崎です。今ですね、某オフィスの一室におりますけれども、もうすぐリハーサルに行くんですけれども、なんでいるんですか？何してるんですか？大変ご無沙汰しておりまして、はい、いやご記憶でしょうか、このコンビを。いや全然忘れる暇もないっていう感じですけどね。このコロナ禍の中でね、なかなかね、ずいぶんねお会いしてなかったんで。そうですね、ずいぶん名前とかもね、はい、大丈夫かななんて思いながら、いや全然来てますけどね。超スワちゃん、レギュラーラジオがありましたが、はい、それ終わってですね、はい、なんとあれが2012年の春に終わったんで、うん、だからもう約8年9年、はい、ぶりでですね、はい、またコンビでお世話になるっていうことになりました。はい、いや本当楽しみにしてます。はい、向井マネージャーからちょっと電話いただいて、向井からちょっと今度ラジオをその長さんとスワちゃんでちょっとやりたいっていう、なかなか、いいところに目のつけどころがいい、それで今日ご挨拶にね。ああ、そうなんですか。ご挨拶してた、この後リハーサルがあるっていうことだので、リハーサルですけど、ちゃちゃっとこうご挨拶に伺ったわけですが、ついでにですね、はい、番組タイトルを、僕らと、あとパンクラブの小林さんと、あと向井マネージャーと、ちょっと文殊の知恵で文殊の何パターンか出してるんですよ。はい、でそれを今日ちょっと、せっかくだから、山にもタイトルぐらいは決めてもらいたいなと思ってまして、はいはい、それで、この20弱ぐらいあるんですけども、ちょっと端からこれ言っていきますので、はいはい、決まらなければ決まらなかったで、持ち帰ってもらってもいいですし、じゃあ行きますね。ブギーハウス限定ラジオ番組仮タイトル案、まずシンプルに山ラジ、これ山崎雅之のラジオっていうね、言うならば、はい、いいですか、次行っちゃって、はい、山崎雅之の、ラジオウェーブス、はい、これ誰の、小林さんなんで、J-WAVE みたいなね。確かに、J-WAVE ね、これなんかな、この子なんですけど、山崎雅之のノンエアラジオ、オンエアしないので、ノンエアラジオ、ノンエアね、ノンエア、なんか空気がないみたい、苦しい感じでね、このご時世ちょっとノンエアはやばいんだ。やっぱ風通し良くした方がいい。なるほど、先行きますね、はい、山崎雅之のラジオン、これはダジャレですね、エディオンみたいですね。ラジオンの音ではラジオンです、電化製品の、エディオンね。音楽を届けるラジオっていうこと、はい、で次、山崎雅之のあなたのお耳にお邪魔します。山さんっぽい。じゃあ次、これもスワちゃんですか、はい、山崎雅之の耳の出来事。耳の出来事です。これあなたがレギュラーラジオ時代に、吐いた発言というか、名言と言われてる、耳の出来事、ラジオは耳の出来事やからなっていう。そう、所詮ラジオは耳の出来事なんでっていうのが、すごい残ってて、これ秀逸だと思う。そう、僕もこれね、意外とハマってた。なんか AM っぽいね。あ、AM っぽいね。耳の出来事。耳の出来事。タジソーボンみたいな。なんかよくわからんけど。はい。で次は山崎雅之のキングビスケットタイム。これはもうあれですね、ミシシッピの。はい。ね。これも山さんと雑談してる時に、いや実はこういうラジオがあって。で、こういうコーナーが、これライブセッションする時の確かコーナーだった。ああ、そうか。そう。なんかそれで、なんかこういうタイトルで、ランブリングタイムって、ランブリングタイム。つけた時の、特に山さんが出してくれた案だったんですけど、実は。次に行きます。山崎雅之の耳の呼吸1の方、必殺山ラジオ。これ、最高だと思うんですけど。これね、もう僕とかスワちゃんじゃ考えられない。これあれか。これ僕ですよ。あ、これ、そうか。いわゆる、鬼滅だ。鬼滅。これ、のっかり系です。のっかり系だ。必殺山ラジオか。のっかり系だね。必殺山で止めちゃったのか。必殺山ってなんか、カチカチ山みたいな。次いきますね。山崎雅之のおトイレ時間。
おう、おトイレ。やめて、ちょっと。これ座っちゃうんです。これ向かいです。あ、向かい。おトイレってお前、便所じゃん。おトイレ時間。まあ、勘違いしますね、音声だけで。うん、次行きます。山崎まさよしの上昇気流で行く。あ、ね、アップドラフト。アップドラフト。うん、うん、なかなか。あれ、なんか気に入ったのが一つもない感じですか ね、 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 ね。次行きますよ。山崎まさよしの向こう側。あれさ、なんかいい。小説っぽいですね、うん、浜崎正義の向こう側は何だ、普段と違う一面を出したいと向井さん、あ、普段と違う一面ね。こっから僕なんですが、うん、山崎正義レディオブギー、ラジオブギー、うん、まあ、ラジオブギーね、はい、通常ですね、これは、うん、で次、山崎正義、いつものようにラジオ、うん、いつもやってなかったけどね、ここ何年間そうそうそう、うん、能動的だなと思いました、うん、で次、これ僕はまああのママだと思う、これ どうもヤバザキですってヤバい山崎ってことでね、最近ヤバいヤバザキですっていう、あのちょっと裏話感がある、裏話感で最後なんですが、うん、これちょっと長いんですが、山崎まさよしのラジオみたいな番組は月1回更新される、長いよ、長いですよ、ね、まあ、縮めるとまあ山崎月1になる山崎月1か、以上、小林さん、向井さんにも手伝っていただいて、うん、こういう感じで出てまして、はいはいはい、どうしましょうもうあなたのことなんで、もうあなたが決めた方が、うん、耳の出来事でいいんじゃないですか、じゃあ、あら、いきますか、それ、うん、ゲームっぽい、うん、まあ、ご自分の言葉ですしね、うん、耳の出来事にしましょうよ、お、決まりました、仮じゃなくていいですか、え、仮じゃなくていいですよいいですか、うん、決定、山崎まさよしの耳の出来事で決定ということで、はい、で、なんか1月のですね、はい、25日を第1回目、あ、第1回の、はい、あの耳の出来事、はい、あのアップされるんですが、ファンクラブのサイトに、はい、うん、25日はあのデビュー日があの、まあ、25日ってことで、はい、これから毎月、うん、25日に、うん、新コンテンツをアップしていくと、なるほど、まあ、耳の出来事1回目は、うん、2021年1月25日、はい、アップになると今予定でございます。じゃあ、あのもし収録だとしたんだったらそれより前に、そうです、そうですね、そうそうか、生放送じゃないもんね、いやいや、今何の確認でしたで、気になるでしょ、1回目何やるのかなみたいな、うん、どうせあの決めてないんだろうみたいな感じでしょ決めてないんでしょうね、いや実はですね、うん、ライブ結構決めててですね、これあのちょっと真面目な話でもないんですけど、うん、まあ、さっきコロナっていうね、はいはいはい、ことも、あの山崎さんが出ましたけど、うん、あ、そういえば去年普通だったら会ってるんだけど会ってない人にちょっと電話でもしてみようかな、お、山から電話をしまして、はい、あの、まあ、2020年どうでしたかってこともあるし、うん、まあ、久しぶりなんで、まあ、元気な声をお互い確認し合ってですね、うん、2021年も、うん、まあ、占うじゃないですけど、うん、山崎まさよし何させたいか、まあ、どうしていこうか、うん、そういう話を、まあ、ちょっとやってみたいなと。生電話で相手は決まってたりする、いや、まだなんですよ、もちろんあの芸能界の方でもいいんですけど、知り合いいないからね、でも、まあ、でもほらライブスタッフの方とかね、ああの地方の方とか、はい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 、あのラジオ局の人とか、そうね、そういう、うん、ことで選びたいと思ってるんですよね、はい、でそれをまあ本当にあの1時間でできるだけ、うん、あの元気な山崎まさよしを今年もやったらだよっていう、それは何人かにかける、はい、わかりました、いう1時間に、うん、あの多分なると思います、はい、はい、なんか台本いりませんねそれそうですね、うん、じゃあそんな1回目でわかりました、はい、ぜひやります、お願いします、はい、じゃあ相当やる気になっていただいたっていうことで、はい、じゃあ最後に、うん、あの山崎さんから締めのやる気の一言をいただいて、はい、耳から入っていく耳の出来事でございます、覚悟して